ここで皆さんの力を出すために頑張ろうコールをしたいと思います。頑張ろう、5月31日に行われた江戸川区スポーツチャレンジデー、皆さん参加していただけましたか？チャレンジデーとは、健康づくりやスポーツの習慣化を目的に、毎年5月31日に世界そして全国で行われている住民参加型のスポーツイベントのこと。スタイルは自治体対抗戦で、当日午前0時から午後9時の間にチャレンジデーに参加するという意識を持って15分以上続けて運動やスポーツに参加した人の参加率を競います。今回江戸川区の対戦相手となったのは秋田県秋田市と山口県下関市。果たして勝敗の行方は。江戸川区は今回このチャレンジデーに初めて参加することになったんです。そして今日はチャレンジデー当日、私もチャレンジデーのイベントに参加をしながら江戸川区の戦いぶりをしっかりとリポートしたいと思います。さあ、どんな一日になるでしょうか。楽しみです。5月31日水曜日、区内各駅では早朝からチャレンジデーの PR と参加の呼びかけが行われました。平日開催のイベントだけに、通勤通学の皆さんの参加も重要なポイントです。本日は江戸川区チャレンジデーとなっております。平井駅周辺では町会、自治会と商店街が連携して早朝からイベントを開催。平井親和会商店街の公認キャラクターコウタくんと地域の皆さんが早朝からウォーキングを楽しみました。そして総合体育館ではおよそ500名の方が参加してオープニングセレモニーが行われました。こういう皆さんが一つ心で江戸川区のため、そして地域のためになるように、この会が基礎となるように、どうか一つ皆さんよろしくお願いを申し上げます。決戦の日を迎えましたというとですね、なんかちょっとね、変化も分かりませんがね、もちろん勝敗だけをね決めるということで行うイベントではありませんが、しかしですね、スポーツにはですね、勝敗がつきものであります。区民の皆さん、多くの人たちにですね、スポーツあるいは運動にね、取り組んでいただきまして、ぜひともですね、秋田市とそれから下関市に勝たなければなりません。私もね、今日はラジオ体操をやりましてね、それからあちこち歩きましてね、ウォーキングですね、でたっぷり30分以上はですね、運動してまいりましたからね、この中に投票をいたします。これが私今日の一番最初のですね、一票になりますのでねこれをですね、何十万票に広げていただくわけです。よろしくお願いします。開会式後にはチャレンジデーオープニングプログラム、みんなでラジオ体操を行いました。いよいよこれから秋田市と下関市との戦いが始まるわけなんですが、対戦相手の両氏、なかなかの強敵なんです。秋田市は今回が3回目、下関市は2回目の参加となり、昨年はこの両氏が対戦して、秋田市が 33.5% の参加率で勝利しているんです。果たして初参加の江戸川区は強敵を相手にどのような戦いぶりを見せるのでしょうか。そして開催を前にエール交換も行われました。対戦相手の市長からはこんなコメントも。今回は 40% に目標を置いてるんですが、40%、はい、負けちゃうな。うちが 37% 目標なんですよなかなか余裕の表情ですね。さて、江戸川区も負けていられませんよ。今回第1回のスポーツチャレンジでどんな気持ちで参加したいですか。
どんな、やっぱり優勝したいです狙うは優勝のみ。はい、はい、総合体育館ではオープニングプログラム後もさまざまなスポーツ体験が行われました。みんな楽しそうですね。今日は一日中江戸川区内の至る所でスポーツイベントが行われるんです。私もこの総合体育館を飛び出してイベントに参加したいと思います。それでは行ってきます。やってきたのはタワーホール船堀。さてこちらではチャレンジデーに合わせて特別なチャレンジが行われるそうなんです。どんな内容なんでしょうか。その企画とは1階から高さ115メートルの展望台まで歩いて登るというもの。いつもは入れない非常階段も通るんです。ではこれから階段を登ります。普段マラソンをしているので足腰には自信がありますね。そしてここからがいよいよ本番ここを登っていくんですね。わあ、高い。8階の屋上から展望塔の非常階段へチャレンジ。気持ちの良い風に吹かれながら登ります。いやもうだんだん足取りが、あともう少しですかね。もう少しですよ。もう少しです。あと何段ぐらいですか。もうそれしか頭にないですよね。あと10段くらい。よし、ゴールです。あー、すごい景色。ヤンバルコン運動した後に見るこの展望は格別ですね。達成感があります。綺麗。参加者全員が展望台まで計534段を登るチャレンジに無事成功。360度の大パノラマを目いっぱい楽しみました。まだもう少し登れそうな気もする。本当ですか、うん、でもエレベーターで登ってくるよりも、ね、面白いですね、こういうのもね。僕は江戸川区の人間じゃないんですけれども、やっぱり各行政で各区とか市でこういうイベントがあるっていうのは、その地域の住民の人にとっても非常にいい運動する機会になってんじゃないかなというふうに思いました。この日区内ではチャレンジデーにちなんだたくさんのイベントが開催されました。区立のスポーツ施設ではさまざまな設備が無料開放されました。トラックに、フィールドに、大人気のスケートリンクもこの日は滑走料無料。そしてこんな企画も。江戸川区球場で行われたのは、その名も大人のバッティングセンター。参加者は広い球場で思いっきりバッティングを楽しんでいました。新左近川では水辺の町江戸川区ならではのカヌー体験。今回初めてカヌーに乗られた方も多かったようです。子どもたちも保育園や幼稚園、学校でチャレンジデーに参加しました。小松川小学校では全校児童でウォーキング。季節を感じながら楽しく歩きました。下小岩小学校では開校50周年の時に作られた下小岩音頭を全校児童で踊りました。清新双葉小学校では地域の人たちも参加してラジオ体操を行いました。こちらはファミリーヘルス推進員主催のイベント。参加者は理学療法士さんの健康講座の後に体操やストレッチを教わりました。
またチャレンジデーの取り組みには区の施設だけではなく会社にお勤めの皆さんや区内の商業施設で行われたイベントに参加した皆さんにもご協力いただきましたよ。チャレンジデーにちなんだたくさんのイベントで小さなお子さんから熟年者まで本当に多くの方がスポーツを楽しまれたようですね。ちょっと運動不足なのとちょっとエネルギーの発散をさせようかと思って。楽しかったです。楽しかったです。生活の中にスポーツを取り入れて。その頃、対戦相手の秋田市と下関市でも趣向を凝らしたさまざまなイベントが開催され、昨年以上の盛り上がりを見せていたようです。どちらも参加率が気になりますね。こちらは江戸川区役所スポーツ振興課に置かれたチャレンジデーの運営本部。そして午後1時、秋田市と下関市から気になる参加率の速報値が発表されました。江戸川区は 5.7% で秋田市と下関市をわずかにリード。勝負はまだまだこれからです。さあ、残された時間、参加率を上げるために私もこれを持ってお手伝いしたいと思います。やってきたのは水江にあるスポーツジム。こちらのスポーツクラブでは会員の皆さんに以前からチャレンジデーへの参加報告を呼びかけていました。で、今回は第1回目のスポーツチャレンジデーに賛同されたということですけれども、今日このイベントに参加されている皆さんの反応はいかがですか？関心が高くて、とてもなんかいつもの顔と違ってなんか生き生きとしてやっていただけて、ありがたい。こういうイベントがあるっていうことがとてもなんか自分たちの張りが出てくるということですか。その中でいつもより大きな声が出てたり、そういう方というのは私は感じ受けられます。できることをチャレンジできたら、それでそういう輪が広がっていけばとてもいいことだと思います。いい機会が作っていただいたので、またぜひ進みたいと思います。声をかけてみたいと思います。たくさんの方に運動してほしいですね。はい、お疲れ様です。このチャレンジデーの投票はもうされましたか？まだしてないんですけど。そうですか、ぜひ。参加の報告がまだの方々に投函をお願いしました。はい、ありがとうございます。4票集まりました。夜はとても混み合うそうなので、たくさんの方が参加してくれそうですね。次にやってきたのは中川の土手。川辺が多い江戸川区では朝や夕方に土手をランニングする人たちがたくさんいますよね。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。はい、皆さん、このスポーツチャレンジでご存知ですか？あ、分かってました。それは。あ、はい、本当ですか？あ、本当です。投票はもう、いえ、これからです。まだ時間間に合いますよね。はい、はい、ありがとうございます。ご参加ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。走っているところすみません。お父さん、このスポーツチャレンジデーってご存知ですか？新聞で読みました。あ、そうですか。投票はちなみに、いや、してないです。あ、投票しました。ありがとうございます。どうも、助かりました。頑張ってください。ありがとうございます。いいですね。いい汗をかいてらっしゃいましたね。いただきました。夕方には区内の各駅でまだ参加報告が済んでいない方への声かけが行われていました。さあ、帰宅ラッシュが始まりまして、駅前の PR 活動にも熱が入っています。ちょっとお話を伺ってみたいと思います。他の漁師ちょっとリードしているようですけれども、はい、手応えはいかがですか？手応えは今のところいろんなたくさんの方がこちらの集計票をはじめ、あとはボックスの方にも投函してくださってますので、この調子でいけば大丈夫だと思います。あ、もう丸もたくさんついてますね。はい、いただいてますので。実はですね、私も区内を回って、はい、票を集めてきましたので、はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、お預かりさせていただきます。ありがとうございます。チャレンジデー終了の午後9時を過ぎ、本部では最後の集計作業が続けられていました。集計作業も大詰めを迎えています。高野さん、手応えいかがでしょうか。はい、いや、大いにあると思います。はい、17時現在のですね、数字をご覧いただきますと、まあ、江戸川区は今 24.9% でありますけれども、下関市は 8.9% ということで、あと秋田市もですね、前回と比べるとまだ半分の参加率しかありませんけれども、おそらくどこの自治体もですね、夕方以降のですね、参加率が相当ありますので、ちょっと油断はできないと思います。果たして結果はどうなるのでしょうか。勝負の結果は山口県下関市の勝利。江戸川区との参加率の差はわずか 0.4% でした。そしてチャレンジデーの翌日、江戸川区役所の本庁舎では対戦相手の秋田下関両市の自治体旗を掲げ健闘を称えました。今回初参加となるスポーツチャレンジデーを終えられて、結果をどのように受け止められていますか。はい、32万人以上の方が参加されて、まあ、参加率が 46.9% ということで、まあ、この数字についてはですね、大変誇れる数字だというふうに考えております。まあ、このスポーツチャレンジデーをですね、支えてくれたボランティアの皆さんですとか、あの団体の皆さんにはですね、改めて感謝申し上げたいというふうに思っております。今回の取り組みはですね、非常にその成果があったというふうに感じております。でまず一つはやはり勝利に向けてですね、地域の結束力がさらに高まったというふうにも感じておりますし、でスポーツにおいてはですね、やはりスポーツへの関心が、まあ、さらに高まったんじゃないかというふうにも感じております。で中でもですね、まあ、開催が平日なんですけども、平日であってもですね、意識すれば15分以上の運動というのはですね、できるということをですね、まあ、皆さん参加された皆さんは、まあ、認識していただけたんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、今後はこのイベントだけで終わらずですね、まあ、スポーツの習慣化というふうに言われておりますけども、まあ、継続的な運動またはスポーツをですね、していただきたいなというふうに感じております。チャレンジデーの模様いかがでしたか。結果は惜しくも下関市に届きませんでしたが、チャレンジデーに参加する皆さんの生き生きとした姿が印象的でした。このチャレンジデーをきっかけに、これからももっとスポーツを楽しむ人の輪が広がっていくといいですね。